こんにちは、黒田和義です。今日もご視聴ありがとうございます。さてですね、今日はですね、質問がありまして、レガートしながら8分音符の5拍フレーズを叩きたいということでですね、めちゃくちゃ高度なことやってますね。で、まあ要はその左手の問題でどうしても詰まってしまいますということで、ご質問があったんですけど、多分、こういうのヘミオラって言うんですね。要は、まあ、ポリリズムっていうのは2拍3連とか、こう短いパルスで3と2が同時に重なっているっていうのを、こうポリっていうのは束ねる、ね、リズムを、複数のリズムを束ねるということで、3と2がこうなっている。で、まあ、大きい意味ではポリリズムなんでしょうけど、ヘミオラっていうのは、まあ、レガートをしながらフレーズが3拍とか5拍でずれていくってやつね。こういうのはヘミオラと言います。ヘミアノラの練習はですね、左手のなんか詰まる問題じゃなくて、頭の中の整理の問題なんですね。で、これ、質問者さんは、こう、8分音符の5拍フレーズって言ってたので、これはまあちょっとスネアで叩くと、要は、これをレガートをしながらやりたいわけですよね。そうすると、これって、多分その頭がこう、ズレを、覚えてしまうまでの練習なんで、もちろん、この質問者さんは、こう、長い時間やれば解決しますかねって言うんですが、多分ね、詰まる場所をちゃんとこう、整理して練習しなきゃいけないですね。だから、レガートをしながら、例えば一小節目だけを。で、二小節、二個目、フレーズが。次は、これは2拍ずつで考えて、2拍ずつのフレーズの2個目は、こうなるわけです。3拍目が、次4拍目、5拍目、というふうに、まあ、5拍目とか言いましたが、5つ目、3つ目、4つ目、5つ目の練習をしました。そうすると、1つ目と2つ目のフレーズを足すと、次は、っていうのは必ず4の方の視点で物事が見れてなきゃいけないんですよ。で、この4の考えてるのがどんどん少なくなってて、5主体でフレーズを作っていくっていうのはするんですけど、4の方で聞こえなくなったらもう終わりなんですね。よ、戻ってこれなくなるんで。だから、4サイトで常にこの、譜面が出てたと思いますが、このフレーズをこういう風にずれてる、こういう風にずれてるっていうのを、こう、フレーズ、ずれのフレーズを頭にインプットしておくんですよ。そうすると、相手が5拍フレーズ使ってきたときに、あ、これ5拍フレーズだなっていうのは、なんとなく感知して、体が勝手に一緒に動いていくっていうようなシステムで、演奏では使うんですね。だから長い時間やるっていうのはもう絶対なんですよ。もう絶対条件なんですね。無意識に覚えさせるためには、もう、ショック療法か、こういう、継続かしかないんですね。なので、こう、すごく上手い人と演奏するとか、あと、こう、人に教えるとか、僕はもう人に教えるのをすごく推奨してて、僕の弟子がもうどんどん弟子を作ってて、もう、黒田ワールドができつつあるんですが、教えることは自分の整理になるんですね。要は、自分が理解してないと教えられないですから、だからやっぱり教えることがやっぱインプット、アウトプットになっていくと思うんですね。なので、こういったことを人にちょっとこう教えるとか、こうやってやるといいよみたいな形で教えていくと上達も早いかなと思います。まずはですね、このように分解して、一個ずつができるのを確認してから徐々にステップアップしていくっていうのが、これがもう一番の近道です。遠回りに見えるかもしれないですが、できるテンポで、少しずつフレーズを、ちょっとずつ足していく。レガートはずっとキープした上で、左手が
始まって止まって始まって止まってっていうのを繰り返して、でだん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 フレーズが長くなっていくっていうのが一番練習としては上手くなる近道だと僕は思ってるんですが、私の見解でした。他にもやり方いろいろありますからね、他の人の、教材なんかを見ていただいて、自分のぴったり合う教材が多分ねバシッと合うとすっごい伸びるんで、それが、私なりの、精一杯の、なんかこう返答でございますが、ちょっとそれで練習してみてください。以上です。ご視聴ありがとうございました。今日もご視聴最後までありがとうございました。今日の動画があなたにとって面白かったなとかためになったなっていう方は、いいねのボタンを押してください。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。メールマガジンではこういった内容のものを毎日、お昼に配信しておりますので、もし面白いなと思った方はぜひ登録お願いします。こちらの方のびっくりマークの方ね、押していただけると中に入れて、メルマガのどんな内容なのかっていうのをそのページで見ることができますので、 LINE アットもありますから、そちらの方で登録ぜひしてください。以上です。黒田でした。ありがとうございました。